はい、皆さんこんにちは、しのたんです。そして皆様こんにちは、しおねです。イエーイ、ありがとうございます。本日はコラボ動画となっております。お願いします。お願いします。私ずっとしおねちゃんのチャンネルを見させていただいてて、コラボしようって誘いくれたじゃないですか、うん、その時にはめちゃくちゃ嬉しくて。嬉しい。ありがとうございます。念願です。ありがとうございます。で、本日はですね、私結構普段チャンネルでファッション系の動画を上げているんですけれども、うん、最近春になってきたっていうことで春コーデを紹介しようかなと思ったんですけど、テーマ別にやってみようかなと思って、うん、今回2テーマ用意させていただきました。春の友達とお出かけコーデと春のデートコーデっていう結構違う、うん、この2つのテーマに合わせてコーディネートをそれぞれ組みました。で、結構身長が違ったりとか、ファッションのジャンルとかも真逆までいかなくても結構違うと思うんですよ、うん、確かに並べてるのを見ると、あ、全然違うよね。せっかくならミックスしてやってみたらどうなるかっていう若干検証っぽい感じもあるんですけど、そのテーマに合わせてそれぞれコーディネート組んで、そっからお互いのアイテムをミックスさせてコーディネートをしてもらうという感じで、はい、行こうかなと思います。お願いします。楽しみ。なんかファッション動画をなかなか撮らなくて。あ、そうなんですね。しゅなちゃんの動画は、はい、インスタとかも全部ファッションで。あ、そうですね。楽し見てて楽しいなと思って。ありがとうございます。で、この企画をやってもらった時にすっごい気合入っちゃった。複雑すぎて申し訳なかったんですけど、ちょっと最後までね、合ってるからまだこんな感じで合ってるからすごい楽しみです。ありがとうございます。はい、早速コーディネート紹介していこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。では、レッツゴー。はい、ということで、じゃあ早速コーディネート紹介していきたいと思います。じゃあまずは春の友達とお出かけコーデから見ました。はい、それがこちらでーす。じゃじゃーん。じゃじゃーん。なんかちょっとあれですよね。色が似てるというか。確かに反対と全身でちょっとシミが。シミが全然違いますね。ちょっと軽く説明をお願いしてもいいですか。はい。友達とのお出かけなので、はい、まず歩きやすさ。はいはいはい。行動しやすい感じで、このパンツがサーカスパンツっていうサーカスの人が着てるみたいな。あ、ボワンって。はいはいはい。軽くって、これはどこでも行けるでしょうっていう。そうですね。なんかあるんですか、こういうところに行こうかなみたいな。結構友達と出かけるって私ドライブが多くて。わあ、いいですねドライブ。そう、だからまあ運転しやすいとか歩きやすいとかで、そか、靴とかもすごい歩きやすい、この旅みたいな。アクアリフトでしたっけ。そうそうですね。で、私低身長なので、これが結構ハイウエストで着てるので、ジャケットは短めな、ザラの。かわいい。ザラなんですか。ザラで、デザインが。そうではないんです。こういうビッグカラーがすっごい好きで、はいはいはい、これは見た時一目惚れで、上を短くして足をちょっと少しでも長くなるほど見せるようにしてます。はい、バッグ忘れてましたね。バッグ忘れてましたね。バッグ取ってきます。なんかね、はい、お願いします。はい、バッグは中が巾着タイプになってて、見た目ちっちゃいんだけどめっちゃ入るっていうのが好きで、消毒とかすごい持ち歩くので、何でも合わせやすいバッグ。確かに意外と入りそうですね。めちゃくちゃ街が確かに街がすごいから割と何でも入ります。はい、かわいいです。ありがとうございます。じゃあ私は、はい、普段と同じような感じなんですけど、春なのでちょっとバッグとかに使用してもいいかなと思ったんですけど、今回はあえて全体的にホワイトベージュみたいな感じのもので揃えて、中は何側なんでしょう、これ重ねてるんですけど、これがベストなんですけど、ピタッとしたベストで、海外で着てる方が多くて、すごい。あんたはこのオーバーサイズのジャケットを大好きなので、しゅなちゃんジャケットのイメージあります。うん、友達と出かけになるとブレンド感が欲しくなっちゃうんですよ、私的に。顔つけるじゃないですけど、でも、なんか敏感でいたいなっていうのがあって、うん、今季流行りのローライズ、するぐらい、全然キスってはやってない。ヒール、かわいい。ウエスタンブーツなんですけど、かわいい。かわいいですよね。うん、とんがってる感じとかも、女子受けというか、うんうん、デメな感じで、
ていうダボっとしてるんですけど、ずらっと言うとトップスもピタッとしたものできて、うまくこう抜け感というか、うん、ダボダボすぎないそうな感じにしてみました。素敵でしたねしてましたしてました。私結構多分カジュアルっていうか、はいはいはい、古着も好き。古着も最近なんかそうなんです、得意じゃないんだけど。そうなんですよ。昔匂いが独特な匂いがちょっと苦手でずっと行ってなかったんですけど、うん、でもやっぱ古着ってなんかこう巡り合えた時の感動、うん、え、これめっちゃ可愛いじゃんみたいなのが衝撃で、うん、匂いだけで、ね、そうですよね。あの匂いどうにかならないですか。そう古着入ってます、この匂いみたいな。そうですよね。普段古着が、うん、古着の中でも多分系統が違うと、うんうんうん、なんていうジャンルか全然自分でも私もよく系統なんですかって聞かれるんですけど、なんだろうこんな感じでこんな感じです。じゃあ本題というか、はい、付け出しコーデ、はい、をしていきたいんですけど、両方にやってるとさすがに多くなっちゃうなと思って、うん、今回デートコーデとお出かけコーデ、はい、1個ずつ付け出しコーデを組んでいこうと思うんですが、うん、お出かけコーデは私がしおねちゃんのコーディネートに、はい、というか変更もあるんですけど、うんうん、合いそうかなって思ったやつを持ってきてみたので、はい、着替えていただきたいと思います。はーい、いやー緊張する。緊張。はい、ということで着替えていただきました。めちゃくちゃお似合いです。全然違う。でもなんか結構シャツとかも普段着てるって言ってたし、そこまでガラッと変わったって感じ。確かにかもしれないですけど、でもさっきのコーデとはちょっと違ったような雰囲気になりましたでしょうか。なりましたでしょうか。かわいい。ありがとうございます。ちょっと靴がでっかくてないんですけど、でも本当こう巻きつけ巻きつけとか全然やらないから。あ、本当です、うん、またさっきと、うん、パンツの形も印象が変わる。確かに、なんかやっぱダボって大きいから巻きつけられた方がメリハリがついて、うん、そうですね。低身長の私もすごいいいかも。あ、よかった。あまりこう人をコーディネートするっていう機会がなくって、うん、いつも自分のコーデばっかだったんで、うんうん、やっぱり身長の差とかでうまく組めるかなってすごい心配だったんですけど、めっちゃ可愛いです。あ、よかったです。新鮮。そう、本当はこのニット帽もちょっとかぶっていただこうかなと思ってたんですけど、お団子毛がすごく可愛いガチガチのお団子だったので、そうなんですよ、くれちゃうと思って。確かにこれかぶったらもっとシュワちゃんになれる。そうなんです、なんかあんまり帽子をかぶってるイメージがなかったので、うん、確かにかぶらないかも。かぶらないですよね、うん、せっかくだったらと思ったんですけど、爽やか、かわいい。そうですね、やっぱ春はストライプシャツが定番のアイテムだし、ずらっと見えます。うん、確かに私ストライプ持ってないかもしれない。えっ、これ色で選んで買っちゃったりするから、ピンクとかっていうのはあるけど、ストライプは持ってないかもしれない。じゃあ新鮮です、顔めっちゃ似合ってます。嬉しい。可愛いです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい感じで組んでみました。はい、じゃあ続いては春のデートコーデですね。はい、デートに行きましょう。デートに行きましょうって書いて着替えてきます。はい、デートに行ってきます。はい、ということでデートコーデ組みました。じゃじゃーん、こちらでございます。こんな感じです。また全然違う。そうですね。こっちの方が結構違うかな。うんうん、確かに。じゃあご説明をよろしくお願いします。はい、私は結構デートだとワンピースを着ることが、うん、はい、体型カバーというか、ちょっと嫌だなって思う箇所がないようにデート中で、気になるところを結構カバーしてるワンピース。ホワイトだとちょっと汚れたりしたらそれこそ一日ブルーになっちゃうので、そうですね、黒のベストでスッキリも見せつつホワイトの汚れも欲しい。機能性というか機能性も、表面も。そうですね、靴がコンバースの赤なんですけど、これここがハートになってて、あ、ほんとだ。かわいい。そう、デートにちょっとありがとう。ここがハートになってて、かわいい。そうなんです。普通丸ですよね。丸ですよね。このトーンなので差し色でデートっぽく赤を入れてみました。こういうの本当に似合いますよね。すごいもうかわいいってなります。めちゃくちゃハーフスリーブって言うんですか、うんうん、ふわっとしたものが
デートみたいなシーンがないので迷ったんですけど、どっちかっていうと年上の彼とのデートみたいなイメージですかね。ちょっと大人っぽい感じも普段よりは。さっきの友達コーデに比べて、これもあのハートなんですけど、かわいい、めっちゃかわいい。このハートのバックルのベルトだったりとか、あとこのバッグ、パールのバッグで、そういう小物黄色だったりとかで、ちょっと女性らしさを出してみてます。かわいいね、ハートのかわいいですよね、これすごい。お手軽でもハートを、そうですね、やっぱり愛が愛がなんか恥ずかしい普段それこそモノトーンがすごい多かったんですけど、今年の春、私結構色物が気になってて、特にイエローが今年トレンドのカラーなので、トールがパッと、そうですね、明るくなります。オーバーサイズのシャツでボーイフレンドっぽいアイテムを持ってきてます。もしお相手にイエローのアイテムとか、あー確かに、靴とかで差し色してもらえれば、かわいい、なんかリンクコールみたいな感じもできそう。そう靴とかだったらさりげなくて、そうですよね。私すごい気になってたんですけど、リンクコーデとかって普段します？しません。あ、しないですか？彼もモノトーンばっかり着るし、私が好きでピンクのトレーナーとかあげたりして、たまたまとかっていう時はあるけど、揃えとか。そうなんだ。私どっちかっていうと多分したい派なんですよ。それこそさりげないところでしたいなっていうのがあって、ポイントとかあれば聞きたいなと思ったんですけど、すいません。しない派です。私もすごい昔から、本当に昔から見ていて
てやってほしいなっていう、のも密かに思っているので、じゃあ次はメイクで、そうですね、私好みのとことんプロデュースしていただきたいなと思います。はい、しおねちゃんの方のチャンネルでも私今回出させていただくんですけど、ウーバーイーツを頼んでゆるくゆったり語ろうかなっていうふうに思っております、はい、なのでぜひぜひこちらのチャンネルも見てみてください。はい、概要欄に貼っておきます。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。バイバーイ。